さっきの話ってこの子たちが例のバンドの子？私たちはシホちゃんと一緒にレオニードというバンドをやっているものです。ああ、やっぱりそうだったんだ。はじめまして、私はスタンドアウトのイオリ。あ、はじめまして。ごめん、びっくりさせちゃったよね。いえ、それより、今の話のことだよね。実は、日の森さんをうちのバンドにスカウトしてたの。え？うちはメジャーデビューが決まってるんだけど、ベースに穴が開いちゃってさ。日の森さんならベースの腕も確かだし、プロになる覚悟もある。だから君たちには申し訳ないけど、声をかけさせてもらってたんだ。そんな。でも、シホはレオニードで一緒にバンドをしているんです。別のバンドに行くなんて。うん、私が惹かれるくらいなんだから、君たちにとって日の森さんはそれ以上の存在なんだって分かってる。でも、プロを目指してる日の森さんにとってこの話は悪いものじゃないとも思ってる。え？私たちと一緒にいれば夢を叶える一番の近道になるからね。もちろん私たちも日の森さんの実力は買ってるし、この先も一緒に成長していけると思う。だからこそスタンドアウトに入ってほしいんだ。でも私たちだってライブするようになれば、もっとしほちゃんのかっこいいところを見せられるし、しほちゃんも私たちとバンドして楽しいって思ってくれてるし。そうだよね、しほちゃん。私はしほちゃん。今のメンバーと一緒にバンドを続けたい気持ちはわかる。同じ音楽をやってきた時間もあるからね。だけど、その子たちはプロになるつもりはないんでしょ。遊びで音楽を続けてる子たちと一緒にいると絶対に辛くなるよ。私たちならあなたと一緒に夢を追える、あなたと同じ道を目指せる。だから、いおりちゃん、あなた、さっきの今日のライブ、ごめん。ミオ、何しに来たの？もうライブは終わってるよ。それは、私たちにはプロになる覚悟を持ったメンバーが必要なの。お客さんが待ってる大事なライブを放り出すような子じゃなくて、どんな時でも最高の演奏ができるメンバーが。来週末、渋谷公演の野外ステージでライブをする。そのライブでデビューの発表をしようと思ってるの。デビューの？本気でプロになる覚悟がある日の森さんなら、私たちはいつでも歓迎する。待ってるから。いおりちゃん。待っててごめん。実はちょっと前からバンドに入らないかって誘われてた。もしかして最近元気がなかったのもそのせいだったの？でも大丈夫だよね。これからも私たちと一緒にバンド続けてくれるんだよね。それは、しほちゃん、私には叶えたい夢があるの。プロになって誰かの心に響く演奏をしたい。それが私の夢。しほちゃん、ずっとそう言ってたよね。その夢をできたらみんなと叶えられたらいいなっ
どこかでぼんやり思ってた。でもみんなはそうじゃない。プロになりたいわけじゃないから。だけど誰かの心に響く演奏をしたいっていう気持ちは私にもやっと分かってきた。だからもっと練習して志保に追いつけるくらい上手くなりたいって思って。その気持ちはすごく嬉しいよ。でもだからってみんなプロを目指せる。プロを目指すってことは今まで以上に自分の時間を練習に費やさなきゃいけない。放課後どこかに寄ったりフェニラン行って遊んだりもあんまりできなくなる。それにもしプロになったら学校よりも仕事を優先しなきゃいけなくなるかもしれない。今までの生活とは大きく変わってくるよ。それでもいいの？それは。でしょ。みんなにはみんなのやりたいことがある。私の夢にみんなを付き合わせるわけにはいかない。そんな、付き合わせるなんて。でも私一緒にやりたいよ。志保ちゃんと一緒にバンドしたい。これから先もずっと一緒に。一緒にやりたいって思ってくれるのは嬉しいけど、その気持ちだけじゃ絶対にダメになる。プロになる覚悟ができないと難しい。みんなにはその覚悟ができるの？プロになる覚悟？私は困らせちゃってごめん。しほちゃん。しほ、私言えなかった。しほちゃんと一緒にいたいのに覚悟できるよって言えなかった。さきちゃん泣かないで。私も同じだから。おなちゃん、どうしたらいいんだろう。私は